上野美智子は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、元文部科学副大臣、元文部科学大臣政務官、元栃木県議会議員、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮市立昭和小学校、宇都宮大学教育学部附属中学校、栃木県立宇都宮女子高等学校、共立女子大学文芸学部卒業。 1981年4月、親族が経営する文政芸術大学附属高等学校に勤務。1985年4月より、宇都宮文政女子高等学校に国語教師として勤務した。1997年に都営し3年間日本語講師を務めた後、2000年に帰国、文政国際交流センター長に就任した。二千三年四月十三日、 栃木県議会議員選挙に無所属で出馬し当選。県議会児童、高齢者虐待問題対策特別委員長、農林環境委員長などを歴任した。2007年4月8日の県議選には自由、民主党公認で出馬しに選。自民党を栃木県連発の公募を経て、2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙に自民党公認候補として、 栃木県選挙区から立候補。民主党現職の柳瀬進を僅差で制して、初当選した。2013年9月30日、第2次、安倍内閣で、文部科学大臣政務官に就任。2016年7月10日の第24回参議院、議員通常選挙で、野党統一候補の田辺隆を約17万票の差をつけ破り再選。 2017年11月9日、聖和政策研究会に入会。ありがとうございます。